今回は私が猫さんとの生活をスタートさせる前に、これ知っておきたかったなと思ったことを5つご紹介させていただきます。これから猫を飼いたい方や、今猫さんとの生活をスタートさせたばかりで不安いっぱいという方は、最後まで動画をご覧いただきたいと思います。今回の内容はこちら。キャットケージの必要性について、トイレトレーニングについて、爪研ぎのトレーニングについて、ブラッシングや爪切りのトレーニングについて、給水器の設置について、この動画を最後まで見ていただけると、猫さんにとっても飼い主さんにとっても快適な生活が送れるようになれますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは行きますよ。キャットケージの必要性。猫は縄張りを持ち、それを守ることが本能的な行動です。縄張り内で自分の食料と身の安全を保障する領域を作り、他の猫との対立を避けるため、マーキングを通じてその領域を主張します。縄張りは猫にとって生存に関わる重要な要素なのです。初めて暮らす家の中でどこが自分の縄張りになるかが特定できてないと、それだけで猫さんにとってはストレスとなるのです。だからキャットケージをお迎えをした猫さんの縄張りとしてプレゼントするという方法を取ることで、人間と猫さんとの良好な関係を作っていけるのです。広いお部屋を心ゆくまで探検してほしい優しい飼い主さんの気持ちもとてもよく理解できますが、探検するのは猫さんが新しいお家に慣れて、飲食もトイレも問題なくできてからで遅くはありません。これから十数年一緒に過ごす家族ですから、ここは焦らず、最低でもお迎え後1週間はケージ生活で、猫さんが新しい環境と家族になれることを最優先してあげましょう。トイレトレーニングについて、猫はもともと砂漠で生活していた動物であることから、砂の上で排泄することを本能的に知っています。こういったこともあって、猫さんのトイレトレーニングは比較的に楽だとされているのですが、先ほどのチャプターでもお話しした通り、猫さんは縄張りが大事なので、自分の匂いがついていない場所に強いストレスを感じ、お部屋のあちこちに自分の匂いをつけるため、マーキング行動としてトイレではない場所で排泄してしまうことがあります。このこともあって、お迎え直後はケージの中でトイレをしてもらい、ケージの中を猫さんの縄張りにしてもらうのが一番良い方法なのです。またもともと猫さんが生活していた場所で使っていた猫砂を少し分けてもらうことが可能なのであれば、用意したトイレに分けてもらった猫砂を混ぜることで楽にトイレトレーニングを行うことができます。我が家のように野良猫を保護して自宅に迎えるときは、お外でトイレに使っていた場所の砂を用意したトイレに混ぜておくと楽にトイレを覚えてもらえます。もしケージの中でトイレではない場所で排泄してしまったら、排泄物の匂いをトイレにつける工夫をしてください。例えば用意していた猫ベッドに排泄してしまったなら、洗濯する前に排泄物がついた場所を猫砂に押し当てて匂いを移す。タオルや布切れなら排泄物がついた箇所を切り取って、それをそのままトイレに置く。そうすると次からトイレで排泄してくれるようになります。爪研ぎのトレーニングについて、猫の足の裏には匂いが出る臭腺があります。爪研ぎには爪の鋭さを保つための行為とマーキングの行為の両方が合わさっていますし、さらに猫の爪研ぎは転移行動の役割もあるのです。例えば猫が着地に失敗した時に爪を研ぎ始めるといった行動を見る機会があるのですが、これは人が失敗した時に頭をかくように、猫も気持ちを落ち着かせるために取る行動なのです。爪研ぎをすることで周囲を自分の匂いで満たし安心していると考えられます。こういった理由で爪研ぎをやめさせることはできません。だからここで爪を研いでねと、爪研ぎ専用の場所を猫さんに用意しておいてあげることが重要です。何度も言いますが、猫さんは自分の匂いで落ち着きます。なのでまずはケージ内に爪研ぎを設置して、爪はここで研いだら良いんだなと猫さんに覚えてもらいましょう。そうすることでお部屋生活に移行した後も部屋のあちこちで爪研ぎをしてしまうことを防ぐことができます。個人的におすすめなのが朝縄の爪研ぎです。段ボールの爪研ぎの方が安価で手に入るのですが、狭いケージ内に散らかった段ボールの研ぎカスを掃除するのは意外と大変です。あと布製の爪研ぎで爪を研ぐことを覚えてしまうと、お部屋生活に移行した時にソファーやカーペットで爪を研いでしまいますので、あまりおすすめできません。
ブラッシングや爪切りのトレーニングについて、これに関してだけは子猫の時期にトレーニングしておかないと、性病になってからはほとんどの子がトレーニングできないと言えます。ブラッシングだけなら猫さんの機嫌の良いタイミングを見計らって短い時間で行うことができても、爪切りはそういうわけにもいきません。猫の手足には多くの神経が集中しているので、触られることで過度に刺激を受ける可能性があります。これが痛みや不快感を引き起こすこともあって嫌がります。また猫は自然界では捕食者であるため、手足を触られると無防備に感じ、ストレスを感じることがあります。これらのことから、猫の爪切りは簡単なことではないのです。猫の爪切りトレーニングを成功させるためには、子猫の時から爪切りと手足に触れることに慣れてもらう必要があります。爪切りを見せて匂いを嗅がせ、徐々に触れる練習をします。爪切り後は、偉いね、頑張ったねと褒め言葉を添えておやつを与えます。おやつがもらえる、褒めてもらえるというポジティブな経験と結びつけることで、猫さんにとって爪切りは良い経験を得られること、取り返してもらえたらトレーニングは成功です。猫さんは自分で爪研ぎをすることで古い爪を剥がして新しい鋭い爪を保つことができるのですが、伸びた爪を短くすることはできません。長く伸びすぎた爪はカーペットや布、遊んでいたおもちゃに引っかかって、最悪は爪が剥がれてしまうこともあります。猫さんの爪切りは避けられないお世話なので、性病になってどうしても爪を切らせてくれない猫さんは、動物病院や専門のペットトリマーさんにお願いするしか方法はないです。給水器の設置について、これは今回一番お伝えしたかった項目になるのですが、猫さんは水が見えないことをご存知でしょうか。実は猫が止まっているものを見る時の視力は人間でいうと 0.1 くらいなので、かなり悪いんです。さらに猫は色覚も弱いので、ウォーターボールに入っている無色透明の水は猫にとっては認識しづらいものなのです。それに子猫の時期はとにかく遊び好きなので、コップに入っている飼い主の水も当然ですが、自分たちが飲む水が入っているウォーターボールもひっくり返したり、水の中に手を入れて遊んだり、周りを水浸しにして遊びます。こうして育った猫さんは大人になってもウォーターボールに手を入れて水を飲みますし遊びます。我が家の長女がこの典型で、彼女のおかげで水飲み場は防水効果のあるサークル内に固定となっています。本当にこれだけはお迎え前に知識として入れておきたかったと心から思います。こうならないためにも、お迎え時には給水器の設置をおすすめします。お手入れのしやすさと飲んだ量が把握できる、こちらのタイプの給水器がおすすめです。ケージにも設置しやすいですし、何より周りを水浸しにしないのがおすすめポイントです。概要欄に商品のリンクを貼り付けておきましたので、気になる方はご確認くださいね。いかがでしたか。この動画が参考になったよと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。